マッキントッシュ夫妻らと女性芸術家たちグラスゴー派は19世紀末芸術家集団4人組を中心としてヨーロッパ各地からグラスゴーに集まった建築家、デザイナー等のグループである。芸術家集団4人組はチャールズ・レニー・マッキントッシュ、マーガレット・マクドナルド、フランシス・マクドナルド、ハーバード・マックネアによって結成された。マッキントッシュ等4人組は彼らの家具、 ポスター、絵画作品、銀在庫の時計、装飾パネルなどを1896年のアーツクラフツ展に出品するが、展示会主催のメンバーらは、グラスゴー派の幻想的な曲線装飾を奇妙な装飾の病として非難し、それ以後の出品を禁止した。そして、当時の多くの芸術家からも酷評された。しかし、1893年に創刊された。 美術工芸の雑誌、スチューディオはグラス号派に対する批判が強まる中、唯一反対の立場を取り、1897年、4人組を中心としたグラス号派の活動を大いに紹介する。この記事の掲載が同じ年のウィーンの美術家と工芸家によって、結成されたウィーン分離派の造形運動に影響を及ぼし、その後の1900年に、 ダルムシュタット芸術家村で開催されたウィーン・ゼ・セッション10を通じてマッキントッシュの名が広まる。1893年のグラスゴーの女性芸術家たち4人組のメンバーであったマーガレット・マクドナルドとフランシス・マクドナルドを含む女性画家・デザイナーのグループはグラスゴー・ガールズと呼ばれた。主要なメンバーにはジェシー・エム・キング、アニー・フレンチ、ヘレン・パクストン・ブラウン、 ジェシー・ワイリー・ニューベリー、アン・マクベス、ベッシー・マク・ニコル、ノラ・ニールソン・グレイラがいる。1885年から1920年の啓蒙の時代において、グラスゴーで女性芸術家の活動が盛んになったのは、地域の美術学校、グラスゴー美術学校の進歩的な校長であるフランシス・ヘンリー・ニューベリーの影響が大きい。ニューベリーは女性の教師を雇い。 刺繍などの女性の工芸のクラスを設けた。美術史でグラスゴーガールズという名前が使われるのは1960年代になってからでスコットランドの美術史屋のブキャナンがグラスゴーの芸術家の展覧会を紹介する中で使用したとされる。4人組の作品が注目されていた1880年代から1890年代にグラスゴーで学んだり、 活動する若い画家たちはフランスで流行した印象派やポスト印象派の影響を受けた作品を描くようになり、グラスゴーボーイズと呼ばれることになった。ありがとうございます。